旧名寄本線、おもさ、富川橋梁。おこっぺ町、富岡名寄本線は、日本国有鉄道、及び北海道旅客鉄道が運営していた、鉄道路線。北海道名寄市の名寄駅で、宗谷本線から分岐し、上川郡下川町、紋別郡西おこっぺ村、道郡おこっぺ町、紋別市などを経て、紋別郡縁軽町の縁軽駅で、 石北本線に接続する本線と、門別郡上優別町の中、優別駅で本線から分岐し、道郡優別町の優別駅に至る支線から成り立っていた。国鉄再建法の施行により、第2次特定地方交通線に指定され、JR 北海道に承継されて2年余り後の1989年5月1日に廃止された。なお、廃止された。 特定地方交通線の中では唯一の本線であった。廃止自廃止直前の1989年3月11日改正時点では普通列車のみの運転であったが一部の列車は一部の駅を通過して運転していた。また、旭川に直通する列車は宗谷本線内では快速として運転していた。全線通しの列車が多く、 エンガルに向かうほど本数が増え、1から3時間に1本程度運転されていた。なぎさか線廃止前は、なぎさか線からの直通列車も設定されていた。1989年3月11日改正時点の各区間の運転本数は以下の通り。優別対中優別間は、1986年3月3日改正時点では、夕方の上り列車が、 優別発中優別行きである他は、有毛線と直通運転していたが、1986年11月1日改正で、中優別発着列車は、遠軽方面との直通運転になった。遠軽駅の上り始発は4時台、門別駅基準で折り最集は22時台で、遠軽駅において、札幌発着の関北本線の夜行列車と接続していた。名本線は、 北海道鉄道不設法に規定する、手塩国な余裕より、北見国波尻に、イタリル鉄道の一部であり、道央とオホーツク海沿岸方面を結ぶ、幹線鉄道として建設されたものである。有別軽便線の延長として、1915年に、野付牛方面から社名府へ延長された路線を、発端とする。国有鉄道の軽便線は、 軽便規格とは言いながら他路線と同じ機間線 67mm で建設されたが、優別軽便線だけは期間 762mm であった。翌年には機間線 67mm に改め記されたが、私鉄買収線を別にすれば国有鉄道が期間 762mm で建設した唯一の例である。この年、社名淵氏も優別間が 期間ミリメートルで、遠心開業自然通。九百二十二年に軽便鉄道法の廃止により、優別線と解消された。一方、名寄大中優別館は難所であった。関北峠、北見峠を避けて、名寄法は、名寄西線、中優別法は、名寄東線として両側から建設が進められ、九百十九年から九百二十一年に、 かけて、ナヨロ線として、全線が開通した。1923年には、支線の開業に伴って、ナヨロ本線と解消している。1932年に、北見峠を克服して、赤北線が全通すると、湯別線は、エンガルを境に分割され、エンガル市も、湯別館は、ナヨロ本線に、エンガルの付牛館は、赤北線に編入された。同時に、 名寄本線は、幹線鉄道としての役目を、赤北線に譲ることとなった。1980年に、国鉄再建法が成立すると、第二次特定地方交通線に指定されたが、当期の代替輸送に問題があるとして、天根北線、地北線、市別線とともに一時、廃止承認が保留された。しかし、結局1985年に問題がなくなったとして、 追加廃止承認された1987年4月の国鉄分割民営化後、沿線の縁軽町、紋別市、下川町が住民の利用に補助金を出すなど、なおも存続を求める運動が行われた。そして、比較的乗降客数が多かった名寄駅、下川駅と紋別駅縁軽駅間を第三セクター化して部分存続させる案が浮上した。しかし、 結局鉄道としての存続は断念され、1989年4月30日の旅客営業をもって全線廃止となった。接続路線の事業者名、駅の所在地は、名寄本線廃止時点のもの。名寄本線廃止以前に廃止された路線は、その路線の廃止時点のもの。全駅北海道に所在。内は、実キロ。営業キロの設定はされていなかった。 ありがとうございます。